をついてるのは誰だ、恋愛人狼。ハロー、ザコくんです。ゆめちゃんです。そしてマセルニョです。お願いします。本日はこのスタイル井上さんとのコラボやってます。よくぞ僕たちとコラボ。いやいやいや、逆にありがとうございます。めっちゃ緊張してます。お湯の緊張ですね。いやいや、だって何ですか、タコ君は分かる、年齢的に。はい、二十歳やろ。そうです。あ、俺が M1 とか取った時も5歳とかその緊張とかのジャンルじゃないと思うのよ。そんな前でしたっけ。15年前。そうです、 M1 優勝やから、だからまだ、だから小学生ぐらいでしょ。いや、めっちゃ世代ですよ、僕なんて。そうね、多分。私もずっと見てましたよ。何で見た。京好きです。めちゃくちゃ最近やそうだ、京好きか。はい、ずっと見てました。あ、確かに京好きね、いろんな子たち見てくれてるから。井上さんイコール京好き。あ、まあ確かに今の若い子そっちか。はい、僕はむしろそんな全く見てない。そっち通らず。通らず、もうお笑いばっか見てる。あ、ありがとう、見てくれてお笑いを。あ、ということで、すみません、なんかそんな全く違う方行っちゃったんですけど、はい、本日は嘘をついてるのは誰だ、恋愛人狼というものをやっていきます。はい、はいはい、こちらに恋愛にまつわるカードが、ここに用意されているんで、このカードを1枚引いて、その、トークテーマに沿って本当の話でもいいですし、うん、嘘の作り話でもいいんで、恋愛にまつわるお話をしていただきます。はい、で、聞いてる側はそれが本当の話なのか、うん、嘘の話なのかを当てていくという、そういうゲームになっております。了解。おもろいな。で、話してる側は両方騙すことができたら2ポイント、はい、1人だけ騙すことができたら1ポイント、うん、という感じになってて、わかりました。はい、一番ポイントが合計で多かった人には、はい、なんと豪華景品 Amazon カード10万円分買います。井上さんやから1万円とかやったらちょっとあれかなと思って。そうね、やっぱ井上は10万ないと動かないよと聞いたんで、僕たちもちょっと大盤振る舞いしました。ありがとうございます。嬉しい、はい、頑張ろう。豪華ですね。はい、トークをしていきましょう。はい、はい、緊張してる僕から小回りでいきましょう。了解。わかりました。動く企画が良かったな、緊張してるからそうね、座りやからな。話、はい、やばいねんけど。じゃあ行きます。はい、お願いします。こちらです。じゃじゃん。印象に残ってる告白、こちらについて本当の話か嘘の話を僕がして。わかりました。わかりました。印象に残ってる告白ね、うん、ちょっとシンキングタイム必要やな。ちょっと20秒もちろんもちろん全然考えて。なんかいい匂いしますね。いい匂いする。はい、あ、狙われてんじゃん。いや、せえへん。あ、考えてごめんなさい。あ、ちょっと、あ、そうやった。いや、もうオーラで圧倒されてる。いや、ない方よ、オーラなんか。どちらかというと、いや、僕、あの、コラボで初めてです、緊張してるの、うん、本当に。あ、そうなの。はい、もうめったにしない。で、いろんな人コラボしてきたでしょ。 YouTuber と、やっぱ本物の芸人さんってやっぱ違います。ですね。いや、そうな。でもだから逆に俺もそうよ。だから芸人さんとお仕事するのはなんとも思わへんけど、 YouTuber の方とお仕事するのさ、なんかドキドキする。またまたまた。なんかルールがさ、ちょっとちゃうやんか、あのお笑いの世界のルールと YouTuber の方のルールって。ああ、まあなんか、あ、なんとなくそのイメージ。なるほど、うん、またまた。全然考えられへんから、これ考えてください。あ、考えつきました。あ、お願いします。これは僕が高校生の時のお話です。はい、はい、僕あの高校の時に受験勉強と部活しかしてなかったんですよ。はあ、なのであの中学から付き合ってた彼女がいたんですけど、ちょっと勉強に専念するために別れたんですよ。うん、大学に合格したらもう一回告白してやろうと思って、うわ、受験勉強に全てを注いだわけですよ。で、見事に合格して、俺は告白する時が来たな、うん、ということで、これぐらいのね、ラブレターに。さすがに嘘やと思いません？これはもう嘘やな。嘘やろ。まあ、一応最後まで聞くけど、最後まで聞くけど、うん、こんぐらいのやつに、まあ、あのもう墨汁と筆で大好きって書いて、うん、もう檻に折って、これぐらいのラブレターにしたんです。で、海辺に呼び出して、久しぶり、あの時は別れてしまったけど、実は3年間ずっと思ってました。うん、海に向かって絶対考えてるよね。これほんまやったら逆にすごくないですか。いやいやいや、すごいすごい。演技力本当本当演技力が多い。で、海をこうね見ながら、こうまずは3年間のブランコを取り戻すために、うん、ブランコ
ブランク、ブランク、そうそう、相手なんだよね、本当に当てる、ブランクね。まずはこうね、手をつなごうと、こうつなげて、いや俺ってせんでええよ、やっぱもう、やっぱ再現したいの、こうやってね、手をつないで、ここでもうドキドキするわけですよ。あ、そうね。でもなかなか言い出せずにザブーンザブーンって聞こえる中、こうやってやってたら向こうからですよ、この腕をこう組んできて、こう来たんですよ。言葉はないです、その時に。これはお互い思い合ってたんだなと、まあそうね、3年間も、これはいけるなと、こう来てるじゃないですか、絶対俺でやんねんこう来てる、こう来てる中、パッとこうやってどいて、で離れて立って、ああ、見せるためだ、はい、見せた、大好きだー、カエルか、いや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 、ロマンチックやろ、カエルか。彼女は笑うこともなく、涙を流して、あ、嬉しいんかな、見たことないですけどね、もうね、そこからがすごいね、涙を流してたから大丈夫って聞かれるんですけど、彼女が俺でやるのやめてくれ、すいません、ちょっとあの、やっぱ思い出したいんで、やっぱりもう髪くしゃくしゃですよ、ここにやってて、もうくしゃくしゃってなってこうやってくるわけですよ、ここで伸び爪やって、あの、気がついたら口が何してんのはい、ということで巻き戻しが起こったということは、本日ドッキリ企画となってます。イエーイ。真の企画は井上さんと仲を深められるのは誰だ、スキンシップ対決あの、初めましての人とはさ、なかなか仲良くなれへんやん。まあね、まあ、仲良くなる方法って言ったら、やっぱりこうやってスキンシップをね、こうやって取っていくことが一番近道だと思うんで、確かに、どちらがより井上さんとスキンシップを取れるかというのを、はい、恋愛人狼という企画の裏でやってますんで、はい、恋愛人狼という表立った企画の裏で僕たちがね、スキンシップをしていくんで、ポイントがね、決められてます。ボディタッチ、これが1ポイントです。どこでも大丈夫です、まあね、これが、そうだったらね、そう、触ったら、だからもうこれだけ、1、2、3、4、5、もうこれだけ5になります。で、次は手を触る、ハイタッチとか、こういうつなぎとか、これが3ポイントです。3ポイント、はい。で、あとは腕組み、これが5ポイント、ハグ、ハグ、これが8ポイント、8、10、こちらが10ポイントとなっております、はい、この恋愛トークでどれだけね、うまくスキンシップをできるかって言ったら、やっぱり再現をしたりとか、デートに行った時にこうやって手をつないだんですよみたいなのも、こうやったらナチュラルにいける、確かにナチュラルにいける、こういう技を使ったりしながら、どちらがより多くのポイントを取れているのかを対決していきます、はい。ということで皆さん、スキンシップをご覧あれ。びっくりした、こうもう一滴キスをして、もう言葉なしで付き合いましたっていうのが僕の印象に残ってる告白です。思い出したいって言ってね、再現してるぐらいですから。ほんま？いや、嘘やな、そうやろ井上さんのドキドキじゃない、あの時のドキドキが戻ってきてたわ。うまいこと言ってるよ、絶対これも絶対嘘やと思うんで、結果いきます、はい、嘘だと思います。嘘、はい、本当だと思う人、嘘だと思う人、はい、おー、なるほど。それでは僕の印象に残ってる告白、こちらは本当になります。聞いたことないよ、この告白。めちゃめちゃ印象に残ってるというか、俺が告白したの人生にこれだけしかなくて、かっこいい、信じて書いてた、見たことあってます、あったあった、緊張してるやん、サティで書いた、サティで、すごいね。これあのプラプラ部の動画でも再現したことがあります。これめっちゃ、そうなんや、カエルか、なんでや、ロマンチックや、カエルか。でもより戻ったんでしょ、それで。より戻りました、大学でこれ付き合ってました、ずっと。いや、それは嘘やと思った、めっちゃ嘘やと思いましたね。こういう感じで、やっぱこうほんまの中でも、やっぱより嘘に近いようなものを選んでいくのが大事やん。素晴らしい。ということで、0ポイント、0ポイント、2ポイントになります。すごいね。井上さんの番、はい、頑張ってくださいね、はい、はい、恋人とのペケペケな話。いや、一番ハードなやつをやっぱここは言ってもらうし、言ってもらいましょう。恋人やもんな。恋人はちなみにどれくらい今までに
どれぐらいやろう、10人ぐらいかな。38で今の嫁と付き合い始めたから、そこまでにって考えたら、うん、それぐらいやと思うけど。多いな多いかな。でも何言おうとした今。恋人じゃないと分かんねんな。あ、いやでも恋人やと思ってたら大丈夫です。エロの話やったらええわけやろ。エロかったら OK です。はい、OK。 恋人じゃないから申し訳ないねんけど、はい、ほぼ恋人に近かった。ほぼ恋人に近かったフレンドの話ね。ナイトフレンドの話。ナイトフレンドがまあいまして、夜ね、まあ家に俺一人でおって、その子からまあ連絡が来て、今から会えないかって言われて、でもう寝ようと思ってたし、まあ嫌だなと思って。どうですか、女の人から。もう仕事もあるし次の日で、もう寝るからええよみたいなこと言うて、まあ家会いたいみたいな。じゃあ分かった。まあそれ冬やってるけど、はい、ノーパンノーブラで来たら小樽で。若い頃な、若い頃な。ちょっとうん、じゃあ分かった、それでもいいから行く、ってなって、まあ、で俺家を持って、まあ、ピンポーンってなって、ガチャって開けたんだけど、でも冬やからコート着てて、で何で来たんって言ったら車で来たんだよ。車で来たらおもんないな、やっぱり。ノーパンノーブラ、公共機関使ってくれんと。もう来てくれたんやったらええよ、もうじゃあ中入りっつって、ほんであのコートかけるからコート脱いでっつったら、パッてコート脱いだら全裸やった。待って、これほんま？え、バチバチ抱いた。いやそのあとバッチバチ。これはカエル化にはならへんの。だってさ、まあいいんじゃないですかね。いいの？それぞれのさ、やっぱ方法があるじゃないですか。なあ、だからもう好みがあるからな。好みがさ、で俺も正直冗談で言うたからな、はい、もうノーパンノーブラで来いやって言った時に、あ、じゃあ行かへんって言うやろうなと思ったら、行くわそんなわけないやんと思って。いや、大好きだったんですよ。うん、まあそうね、好きや、向こう好きやったよな。え、付き合わなかったんですか、そんなノーパンノーブラやとこは。そうね、その子とは付き合わなくて、まあ先輩と思ってて、後日で、その先輩が女の子と飲みたいな、まあイコールエロいことしたいな、当時はね。当時は、今とまだ時代も違うからSNS もなかったし、ジェネレーションがね。そうそうそう、誰かをやっぱ読まなあかん、後輩としては。はい、昔のこのなんかお笑いのなんか決まりではないけど、はい、先輩のために女の子集めるっていうのはやっぱりあったから、はい、縦や社会強かったし、はい、ノーパンノーブラ全裸女性に連絡して来てくれて。ノーパンノーブラで？ええー、そんなわけないやろ。なんで普通に、な、女の子友達連れてでわーって飲んでんけど、俺もちろんそのノーパンノーブラ女子と一緒に帰ろうと思ってたよ。そうですよね。でも先輩がそのノーパンノーブラ女子を気に入ったから先輩がトイレ行ってる間にそのノーパンノーブラ女子に土下座して頼むと、今晩先輩の元へ行ってくれ。そこで行っただけで何かするどうかも任せる、自由にしてけど、とりあえず一緒に帰ってくれって土下座して、もう井上くんがそこまで言ったら分かったっつって、先輩とそのノーパンノーブラ女子は二人で出て。かわいそう。なんで土下座したんですか。いやだからそれはごめんと、先輩に立てなかったことですよね。その先で別にするせえへんは別に本人次第やから、でも一応形として二人で出さなあかんかったから。なるほどなるほどなるほど。そっから先モテなかったはもう知らないや。あ、そうです。先輩次第で、先輩に「あ、なんか一緒に出てもいいっつってますよ」っつってこう出てもらって、その後先輩がバッチバチに抱いてた。いや誰でもいけるやん。衝撃的なお話でしたね。いやちょっと芸能界を感じました。20年ぐらい前の話ね。これはでも芸能界はまだ名残あるんじゃないですか、そういうの。いや私もうまいと思うな。まあないよ。いや怪しいですね。その先輩の名前ちょっとこれ取り終わったら教えてください。まあ取り終わったらな、取り終わったら教えてあげれば。さすがに言われへんわ。ほんまやと
と思います私。俺めっちゃほんまやと思うねんけど、絶対に井上さんトークができてしまうやん。いやでもここまでやるのがやっぱプロの芸人さん、これは嘘の話です。うわー、わかりました。私は本当だと思います。それでは井上さん、本当か嘘かを言ってください。この話は、はい、本当です。やったー色付けなしですちょっと色づいとってほしかったです、衝撃すぎて。逆にね、俺も自分の中で嘘みたいな話やったから。嘘でしょ、だってそんな、なだ人生その1回だけやから、そんな経験いろいろそっから転々としてたみたいよ。え、芸人さんとかそっち系を、うん、すごいな、なんか新手のウーバーイーツみたいなその女性はね、しっかりめちゃめちゃ売れてる方とかね。どういうこと、まあ、そう、女の人みたいな。さあ、一般の子、俺もだってまだテレビなんか全然出てなかった頃やし。あ、そうなの。そうそうそう。ということで、ゆめちゃんは見抜かれてるから俺1ポイントで、井上さんは1人しか騙せんかったんで1ポイントか。2-1-1しかね。いいやん、お、いい勝負、いい戦いになってきました。ラスト、ゆめちゃん、じゃあ、これで、せーの、じゃん、初デートの話。お、うん、デート初デート、あー、ありますよ、あります、あります。もうその時点でほんまの話の感じめっちゃ出てるやん。小芝居してんなあ、はい、定まりました。それではゆめちゃんの初デートのお話です。これはですね、はい、中学2年生ぐらいの時のお話ですね。若い、うん、あの中学2年生に好きって言われてた、あの男の子がいたんですよ、うん、もうめちゃめちゃ猛アタックされてまして、めちゃめちゃもう大好き大好き言われてたんですよね。普段は男女グループで遊んでたんですけど、2人で遊びたいって言われたんですよ。その時付き合ってなかったんですけれども、なんかどこ行くってなって、なんか本がめっちゃ好きな男の子でなんか図書館に一緒に行ったんですよ。静かにしなきゃいけないと。でもあんまり人がいなくて、高い本棚がいっぱいあるじゃないですか。何見るって一緒に取りに行くわけですよ。何読むみたいな話してて、でなんか僕距離も結構こんぐらいだったんですよ。こんぐらいの、こうだって身長がその時まだ低くて、その子はめっちゃ高かったんですよ。もうこんなぐらい高くて、あれ読みたいって私が言って、そしたら取ってくれるじゃないですか。でも私も頑張って取るじゃないですか。その時に手がこうってキャーってなるじゃないですか。君も俺を使うタイプ。キャーって取るじゃないですか。あ、ごめんごめんみたいになって、そこからですよ。でなんか告白されまして、実はあれ、ゆめちゃんのことめっちゃ好きやねんなみたいな、もう向き合って言ったんですよ。告白してる時にもう結構手つないでたんですよ、こんぐらい、こんぐらいもう手つないでて、しかも両手でこうやって出ました、こうやって手つないでて、こうやって迫られてきたんですよ。ちょっと待って、違う、何してんの。じゃあ笑い事じゃなくて、マジで言ってんの。じゃあおい、何してんねんって、舐めてんのかお前。おい、お前もなんやねんこれ、ふざけてんのか。コラボよろしくお願いします。井上さんにお願いしたいことがありまして、はい、こちらなんですが、実は、プラプラブなんですけど、ドッキリをかけられたことがなくて、その初めてのドッキリをぜひ井上さんにかけていただきたいなと思っております。何ドッキリですか。スキンシップを MC がかけてくるので、はい、それに対してあの切り返していただきたいなっていう。怒るの聞きますかね。苦手あゆめし相当緊張してて、井上さんが切れたら多分ちょっとパンチする。心苦しいねんな、怒るドッキリだって若いでしょお二方。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、どのタイミングで怒るとかも僕次第でいいんですか。はい、もうあのお任せしたい。何をされるんですか。僕はスキンシップをして、うん、皆さんと仲良くなろうっていうのが、はいはい、MC 的な裏企画でやってるので、うん、ボディタッチとか最終的にはハグ、キスしてくる。キス、プラプラのキス OK のチャンネルで。いやいや、すごいねすごい時代に入ったよね。もうキスが回んねや。変態とキスで持ってるチャンネルではある。いや、もうちょっと大事にした方がええと思うよね人間としてのなんか芯というか、はい、ではなく俺にキスしようと男の子も女の子も、はい、してきます。
いや、逆に女の子にキスされたら、いや、怒られへんわ、嬉しくて。切れて、あの、控え室に戻ってきていただいて、あの、謝りに行くので、その時に、あの、こちらを出していただければ。これ、わかりました。まあ。これ何なんこれ？さっきから変に、雑にこっち扱って。まあ、さっき言わんけど、頭食いとかやって。初対面ちゃうか、これ。お前、いくつや？お前は何でもええんかあるやろが人として若かったら何やってもええんか言うてんねんふざけてんのかお前産むこんなんばっかりなんすかいや会社としてちゃんと育ててくださいよ長年の友達ならまた100歩譲るわお前より倍生きてんねんこれ嫁見たらどう思うねん二十歳の女の子が手つないできたりなんかキスしようとしてきたりなめんのもええ加減せえよほらおいもうええわおげもうええよ来んなここでさてれてれって言えんあー言っときゃよかったな俺あ失格やもう何年やってんねん俺以上いや言えないよなゆめちゃん責められてるのがめっちゃ申し訳なくてやっとき、うんうんうん、企画してんのも俺やし、うん、申し訳ないちょっと緊張しちゃってたらやってんのもあるかもしれないいやいや企画通してんのこっちだからいやでもチームでやろうってなってるからそこはタコくんのせいじゃないしこんなになるとは思ってなかったなシンプルにセメントさ企画趣旨言おうとしてたやろ言おうとしてこれ実はドッキリでって言おうとしてる感あったからこれ言わしたらあかんなと思ってちょっとこっちやと思ってごめん騙しすぎですってあの本当はドッキリで着なかったんです知ってるよ全部知ってるそうやバチャッて全部知ってるから最初にグイッとやったりしてたやんあそこで切れてもよかったんけどゆめちゃんの番もあるしと思ってなんかキスするしますからとか言うからスタッフさんがキスしたらもう切れようと思ってねほんでキス止めたからキスはえお前にするって思ってたするって言うからこの人があのサムネのためにやれやれって、もうキスされたら大事にしやっていう切れ方しようと思って優しい方でそれで切れようと思ってたら止めるからどこで切れたか分からないんだからいかんなしゃあないと思ってで最初にわって言った時も何のことか分からん感じやってニヤニヤしてたからマジで切れてんねんぞって思わずとりあえずクッション投げつけてマジやぞっていうすまんやっぱあのテレビ出られてる人ってやっぱそういうの厳しいんかと思ってしまってちょっと言われだした全然ごめんないやなんなら手とか繋いでくれて嬉しかったで、ね、ありがとうなんか久々にドキドキしたわ奥さんに怒られないですか大丈夫大丈夫言ってたや、うん、奥さんに怒られるんだったらこの動画使えないですね嫁なんとも思えへんから大丈夫やなんか忘れたときめき教えてくれてありがとう嫁さんもごめんなさい本当にごめん本当だよかったらコラボもちろんいつでも呼んでくださいありがとうございます本当すいませんね負けましたこの動画締めないとダメだはいということでこの動画面白いなと思ってくれた方はグッドボタンチャンネル登録コメントよろしくお願いします井上さん側の方でも動画上がってますので、はい、概要欄の方をチェックしてぜひぜひ動画見てみてください、はい、それでは次の動画でまた